選手には植木理事長よりトロフィーが授与されます。2018年第20回 JFL 優勝はホンダ FC。 チームは序盤から安定した戦いを続けた。12勝2分け1敗の好成績でファーストステージを制す。続くセカンドステージではなんと無敗で1位。2シーズン連続完全優勝を果たした。2016年のセカンドステージから5ステージ連続1位というとてつもない記録を残し強さを見せつけた。これで3連覇達成、偉業を成し遂げている。日本フットボールリーグベストイレブンの表彰です。はじめにゴールキーパー本田 FC 楠本裕樹選手、
本田一志、日高勝選手。そしてディフェンダー最後のベストイレブンは FC 大阪岩本智之選手。続いてミッドフィルダー本田 FC 栗本博樹選手。同じくミッドフィルダー東京武蔵野市 FC 石原浩二選手。そしてミッドフィルダー最後のベストイレブンは本田 FC 松本和樹選手。続いてフォワードの選手です。本田 FC 大松翔吾選手。フォワードソニー仙台 FC藤原元樹選手。そしてベストイレブン最後は FC 今治有馬淳選手。以上、第20回日本フットボールリーグベストイレブンに選ばれた選手の皆様です。おめでとうございます。